はいどうも、ルールカーです。ファイナルファンタジーブレイブエクスピアス。皆様、どのぐらい進めていらっしゃいますでしょうか。私は、ずっと経験値ばっかり、稼いでおりまして、ラスウェルとか最初星2だったんですけど、3になってレベル24。まあ、レインも、あれまあ、レインもそうですね。セリアス。これ最初に、レア召喚で出てきた人ですね。緑魔導士。あ、そういうことか。で、ティナ。これ引きました。このティナが SS まで進化する、SS じゃねえ、5まで進化すると、もう唯一、まあ、レイズを覚えたりするらしいんで、まあ、かなり当たりみたいですね。びっくりしました。で、魔導兵器ティナ。もうだいぶちょっと他の星さんとは見劣りしてきてる感じはありますね。で、ただ、今のところ白魔法、ケアルとか使えるんで、残している感じですね。素材に帯ができたら、ブラナもつけたいかなと思ってます。って感じのパーティーでやってます。今日は久しぶりにちょっとワールド進めていこうかなと思ってます。ずっとこのフラン街道をぐるぐる回ってて、素材集めしてました。レベル上げと素材集め。魔領の森ですね。こちらの方に。あれ ?1 個クリアしてある。もう、どこまで進めてあるか、もう記憶が。これも当たりのフリオニールですね。皆さんはちなみにフレンドって増えてます？ちょっとよくわかんないんですけど、フレンド全然増えないんですよね。今んとこ3人。弟にフレンドになってもらったのと、あとは、熱心に申請を送ったら帰ってきたっていう。まあ結構だいぶレベル上げてきちゃったから、そんな大変じゃないの。ちょっと推奨レベル以上できちゃった。まあいいんですよ。これは昔の RPG のやり方です。とにかく、こう、そこで、できる限りレベル上げて次に行く。その街の最強の装備が揃えられるようになるまで戦う。言ってもまだラスウェルの虎鉄装備でさせられてないんですけど。あとラスウェルに虎鉄を装備させられればいいんですけど。買うと1000ユーロとかなんで、なんとかちょっと作ろうかなと思って、まあ、鉄鋼がなかなか手に入らないんですよ。低限にまあまあですね。おお、やった。そろそろこのフレンド系なんとかしてほしいね、ほんと。仲間が増えるようにしてほしい。あ、増えた。あ、違う。そう、弟はセシル引いたんだ。もうほんとふざけんなっていう。でも今、一番のあたりは、エクスデスとティナって言われてるんでね。まあ、頑張ってレベル上げますよ。ガーランドのフレンドが欲しいな。ガーランドか暗闇の雲。わあ、麻痺。ほんと麻痺きつい。なかなか召喚ゲージがたまらんな。どうなんだろうな、チェアルで考えたら妥当なのかな。お、やったー、トラストゲージが上がった。なんだっけ、これ 100% ですね。トラスト。ボスかな、そろそろ。ってなったら、ポラリを連れてこう。なんかイフリート仲間にしやがる。生意気だな、俺より先に進んで。なかなか召喚ゲージがやっぱ上がんないな。なんでだろう。お、分かった。ちょっとやっぱり攻撃パターンを考えないといけない。うわお、これもしかして火も氷も効かないパターン？うわー、結構強くない？これ。え？何やら効くっていうのよ。ああ、なんか倒しちゃったけど、これセイレーンかイフリート使いたかったな。なんかこんなシリアスな戦闘中に三本芝居繰り広げられてるんですけどはい、というところで、マリオの森ですね、やってまいりました。まあちょっとなんか対策っていう対策をちょっとお見せできなかったところがちょっと残念ではあるんですけれども、まあこんな形で戦っていければ、回復を忘れずに、戦っていければなんとか倒せる。戦後へのパーティーが2人以上いればなんとかなんじゃないか。で、召喚が使えれば多分なおいいんだと思うんですけど、魔法が効かないんで、まあ、ちょっとそこら辺を考えどころですけど、はい。というわけで、次回は、そうだな、マリオの森の探索が出てるから、探索行ってもいいかなとは思ってます。隠し通路とかもいっぱいあると思うんで、まあ、そこら辺もちょっとうまく案内できたらと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ルールカの、ゲーム実況チャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。更新情報が、皆さんの元に届きますっていうところ。で、これで、ルールカのゲーム実況チャンネルの、情報、動画は、すごく見やすくなりますよということで、もしよろしかったら、チャンネル登録お願いしますということです。また、ルルカのゲーム実況チャンネルの動画では、保管しきれない、思いだったり気持ちっていうところ、ゲームのプレイの記録だったりとかを、綴るブログを作成いたしました。ルルカの日々鍛錬のこちらですね、チャンネル登録と同様、ブログの概要欄ですね、下の方になってますけども、載っておりますんで、ぜひ、見に来てください。最後までご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ルールカのゲーム実況チャンネル、最後までご視聴どうもありがとうございました。はい。ルールカのゲーム実況チャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。最新情報だったりとか、更新情報、チャンネル登録していただければ届きますので、ぜひ、チャンネル登録いただければなと思います。もう一つのメリットといたしましては、私、ルールカのモチベーションが上げ上げになって、動画の更新頻度が上がるかもしれないです。はい。あとですね、動画に関連する、ブログを、更新しております。動画の概要欄から、リンクで飛べるので、ぜひご覧ください。では、それではまた、次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。